浴室乾燥機の有無は、家賃に何円影響する。2021年3月アンケート調査実施。マチマッチがお送りします。ここで言う浴室乾燥機とは、浴室の天井についている乾燥機。電気式とガス式がある。暖房機能もあるものが多い。気にしない派はどのくらい必須派は、安ければなくても OK 派は、 調査しました。調査期間。対象。方法。調査期間、2021年3月。調査対象、インターネット上。調査方法、クラウドソーシングサイトでのアンケート。回収状況。回収数、300票。性別。男性156票、女性144票。回収状況。年代。 10代20代44票30代84票40代115票50代50票60代以上7票回収状況何人暮らし1人87票2人81票3人70票4人以上62票 意外と三人暮らしの方が多いですね。質問文。質問文は、このようにしました。賃貸部屋の設備と家賃との関係についての簡単なアンケート。仮に、あくまでも仮にですが、隣りあった全く同じ部屋が2部屋あったとして、立地や部屋そのものは気に入ったとします。その上でご回答ください。質問文続き。浴室乾燥機の有無について質問です。 家賃が何円安ければ、浴室乾燥機がない部屋を選びますか質問文選択項目。0円、気にしない。1000円、2000円、3000円、4000円、5000円以上。安くても選ばない。仮説。結果の前に仮説というか予想。気にしない派。30から40%。 必須派。15から20%。安ければなくても OK 派。30から40%。くらいではないかと予想しました。アンケート結果発表です。0円、気にしない、117票、39.00%。1000円、26票、8.67%。2000円、37票、12.33%。 3000円、31票、10.33%。4000円、6票、2.00%。5000円以上、33票、21.00%。安くても選ばない、20票、6.67%。と、なりました。一番多かった回答は、0円、気にしない、117票。 39.00%でした。中央値は2000円の選択項目でした。アンケート結果を再まとめ。アンケート結果を再まとめしながら考察していきます。浴室乾燥機なくてもいい派。0円、気にしない117票39%。これが多数派でした。なくてもなんとかなる設備ではありますね。 ただし、ネットアンケートの特性に留意してください。注意。インターネットアンケートでは、回答に迷った方が一番上の選択肢を選択する傾向があるため、一番上の選択肢が実態よりも5から10ポイント多くなりやすいことは考慮が必要です。ない物件でもニーズあり、39%も、浴室乾燥機なしの物件でも家賃には関係ない層がいるならば、 寝下げをしないという選択肢も有力です。浴室乾燥機必須派。安くても選ばない20、20票6.67%。必須派は少数のようです。5000円以上安くないと派。63票21.00%。大幅寝下げを希望する層は、2割超え。ここで疑問が。浴室乾燥機は同居人の数で、 必要かどうかが大きく変わるのではないでしょうか。そこで単身と4人暮らし以上で集計、比較してみました。集計、単身と4人暮らし以上の比較。0円、気にしない。単身者、40.23%。4人以上、40.32%。1000円から4000円。単身者、36.77%。4人以上、 22.58%。22. 5000円以上。単身者、18.39%。4人以上、30.65%。安くても選ばない。単身者、4.60%。4人以上、6.45%。やはり、4人以上で暮らしている方には、浴室乾燥機の有無は重要であることが伺えます。 やはりファミリー層だけは、浴室乾燥機がなければ大幅値引きを必要とする傾向あり。境目は 3LDK くらいではないでしょうか。では、安ければ OK 派は、1000円、8.67%2000 円 12.、12.33%3000 円 10.、10.33%4000 円、2.00% 安ければ OK 派は3人に1人。それなりに多い。中央値が2000円なので、値引きするとしたら2000円が一つの目安。もちろんライバル状況によります。もろもろを踏まえて結論へ。私の結論。今のところ浴室乾燥機はなくても競争力ある。と考えます。3LDK 上のファミリー向け物件でないならば、競合物件が、 浴室乾燥機ありの物件でも、2000円程度の値下げで対抗できるのではないでしょうか。単身向けなら、値下げ不要ではないかと考えます。私の結論まとめ。ファミリー向け物件なら、浴室乾燥機は家賃価値向上要素。単身向けなら、不要。と考えます。2から3人向け物件は悩みどころですが、今のところは追加設置は不要かなと感じました。 最後までご清聴ありがとうございました。次回は、利回りと月額家賃について動画にしてみます。マチマッチは、街と不動産に関わる情報をお届けしています。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。